はい、こんばんは。なんか不眠期から過眠期に入りまして、冬眠の準備をしているのかもしれない。めっちゃ寝ちゃうんだけど、でももう本当にやばい。なんか1時間起きて2時間寝てで30分だけ起きて1時間寝てみたいなのを繰り返してて、でなんか予定あってあったり、もう仕事あったりするとさ、なんかそれの移動とかでもめっちゃ寝ちゃって、そう冬眠に入るみたい私。めっちゃ眠くて、昨日もう配信終わって、昨日配信夜やったよね。でそのままソファーで寝ちゃって、で朝4時ぐらい、多分きっと配信終わったのが10時過ぎとかなんだよ。で朝4時ぐらいに起きてパチって、でやばい寝てたと思って、うん、でお風呂入らないと一回も寝れないから、お風呂入ってなんかお風呂入って途中からもう記憶ないんだよね。眠すぎて。眠くすぎて記憶なくて、でなんか髪の毛乾かしてる間もなんかなんていうの、前に倒れそうになりながら髪の毛乾かしてて、でやっぱどうやってお風呂からなんか寝室に行ったのかをちょ、あんま覚えてない。めっちゃ眠いんだよね。そうで起きるじゃん、でそしたらなんかまた睡魔に襲われてみたいな繰り返してる。眠い。とにかく眠い。心配。大丈夫。寝れないよりはマシなので。不眠期は本
当に寝れないんですよ。2日とか連続で起きてたりとかしちゃうから、なんかそれで体調が悪くなるよりかは、なんか休める時にね、休める、体を休める、のが大事だなと。いう、そういう気持ちですね。みんなが、なんか思い描いてるような生活してないかもみんなからどう思われてるんだろう。理解姫ってどういう生活してるのかなって、みんなが思い描いてるのとは全く違うかもしれない。今夜はラジオです。ガーデンでティーしてるガーデンでティーしてるおもろ。常に可愛らしくあられるのだろうと思う。なんかさ、全くそんなことなくて、本当に全然全くそんなことはないんですけど、お姉ちゃんって何？不眠よりはいいのかもしれませんが、心配ではある。過眠期ならない？不眠症だけど、なんかたまに壊れたように眠たくなる時期が来るんだよね。私なんかだからたまに20時間ぐらい寝たいみたいなこと言ってる時ない？その時が過眠期なんだけど、今来ちゃった。今年もなんか秋とか冬前にそうなるとか、冬真っ只中とかに、なんか起きてんの嫌なんだろうね。その世界がうざすぎて なんかでも昨日は部屋の中にセミが入ってきて、で弟が捕まえて、外に出してくれるっていう、なんともリアリティの高い夢を見て夢ね夢ね
そう、そう、めっちゃリアリティのある夢を見て、そう、なんか入ってきてさ、うわーセミ入ってきたとか言ってさ、一回暴れるじゃん。でさ、これ何ゼミなのとか言ってたら、なんかでもそいつはなんか泣かないの、暴れてて、とにかくなんか窓にくっついて暴れてて、なんか、ま、窓に何回も激突するみたいで、なんか弟が網を持ってくるからちょっと待っててって言って、弟に全部任して、私はもう部屋の違う部屋の片隅で震えてて、虫が嫌いすぎて、そうで、弟が戻その網を取ってくる間に、なんかそのセミが鳴き始めて、なんかつくつく帽子だったのね。でもなんか私のもう感情もバグってて、虫が嫌いすぎて、しかもつくつく帽子やんけとか意味わかんないツッコミを一人でしながら、別に何帽子でも嫌なんだけど、何帽子っていうか何ゼミでも嫌なんだけど、もう本当になんか本当に嫌な夢だった。で結局なんか弟がセミを出してくれたの、外にね、虫網みたいなのを持って、でなんかありがとうねみたいな言ってたら、なんかセミのさ、なんか樹液、セミって何食べんのかわかんないけどさ、なんかセミがさ止まれるような樹液が出る木をベランダに置いてたの、夢でね。でなんかこれがあるからいけないんじゃんみたいな言って、そう弟にめっちゃ叱られるっていう夢を見た。私も昨日家の中にトカゲが出た。現実やばすぎる、やばすぎ。なんかさ、私もこれは夢じゃなくて実話なんだけどね、この話したことないと思うんだけど、なんか温泉に行ったの。温泉で、私温泉そんなに好きじゃないのね。なんでかっていうと潔癖だから。だけどその温泉は部屋にシャワーがついてないタイプで、なんかお部屋とかすごい綺麗で豪華なんだけど、なんかお部屋にさシャワーがついてないタイプの温泉あるじゃん、たまに。そうで、そこにはついてなかったの。で、まあちょっと温泉行くの嫌だけどと思って、人が一番なんかその温泉が24時に閉まる、24時に閉まって朝の4時からやってるから、なんか間の3時間で清掃とか多分入るんだよね。だからなんか一番人がいなそうな23時から24時の間にお風呂に入っちゃおうと思って、で行ったの。でそしたらなんか、まあ、意外と人がいて、カゴにさ入ってる荷物でなんとなく何人ぐらい入ってるかなってわかるじゃん。これ実はね、ちなみに
想像できてる。あ、でも別になんか裸とかは想像しなくていいんだけど。でもなんか地方の温泉だから、なんかなんて言ったらいいんだろう、そんなにさなんか人もいないかなと思って行ったんだけど、結構人がいたのよ。4人か5人ぐらいいて、そのカゴを見る限りで、なんか3つ並んでるその脱衣所のカゴに3つ並んでる荷物があったの。ってことはなんかここの辺は友達なのかなって思ったら、なんかまあはキャッキャワーワー言ってる、まあ、JK か JD かぐらいの年齢の、まあ高3から女子大生ぐらいの年齢だろうなぐらいの女の子たちが3人でキャッキャ言いながら出てきた。露天風呂綺麗だったみたいな言いながら出てきて、で私はその時メイクを落としてなくって、まあもうまんま中入りかなわけですよ。だけどまあこんな地方で私のこと知ってる人はいないだろうと思って、でなんかちょっとうつむき加減で携帯いじってたのね。なんかその子たちが出てってからせめて着替えようと思って、なんか いられるのも嫌じゃん。なんかちょっとうつむき加減でさ、こうあなんかこの子たち出てって買いにしようみたいな思って、そこにあったなんか座れる場所みたいなとこちょっと座ってたのよ。うん、携帯いじりながら。そしたらその3人のうちの1人が出てくるタイミングでキャーみたいな、めっちゃ悲鳴あげたので、やばいやばいみたいな。そしたらもう1人もこうするかのように、え、これはやばい、やめ、逃げろ逃げろみたいな言ってて、でえ、なになにって思ったらなんか出てきて、でもう一人は何か気づいてなかったので、ええ何何みたいな。でその子たちめちゃくちゃ関西弁だったのね。でえ何何何が起こったみたいな、いややばいやろあんた気づいてないみたいな言ってて、でえ見えてなかったみたいな。そう、二人はもうめっちゃパニック、もうパニックになってて、そうで、でえ何何みたいな。もう一人はもうほんと気づいてない。でそしたらなんかそれがめちゃくちゃ結構山奥だけど海が見えるみたいな温泉だったんだけど、なんか30センチ物差しぐらいのムカデがいたらしくて、でなんかそのうち、そう一番最初に気づいた子がなんか、えこんなでっかいムカデおったでみたいな、今もうどこ行ったかわからんけど今ここ出てくる時におったんよみたいな。ちょうどそれがそのでその温泉に入る入り口の扉のところの溝にいたと、そうっていう話をまあでっかい声でその3人がしてるわけよ。でもう一人おばあちゃんが一人でボーってドライヤーしとって、ボーってドライヤーしとる中でその女の子がもう騒いでんの、やばいやばいやんやばいやんみたいな、えめっちゃでっかかった、ほんまに気持ち悪いみたいな言ってて、であまりにもその子たちが騒いでるから次に出てきた、まあお姉さん20代ぐらいかなのお姉さんも、え何何みたいな感じになってて、でそしたらその3人の女の子たちのその一番最初に気づいた子が多分コミュ力お化けなのか知らないけど、すっごい陽キャの子で、でお姉さん危ないですよみたいな、そこに今めっちゃでかいムカデおってみたいな話をしてたので、私さそろそろ入ろうかなと思ってさ、なんかあの上の服とか脱ぎ始めたタイミングで、まあ半分ブラジャー見えてるみたいな、まあそのキャミソールブラジャーの状態だったんで。
じゃあ、あんま想像しないでほしいんだけど。で、なんか、と思って、そうで、それはちょっと入らない私と思って、で様子を伺いながらあの携帯触ってたので、なんかその女の子たちがやばかった、あんなん出るんやなみたいな、さすが山やなみたいな話をして、でもキャッキャキャッキャ言いながらなんかずっと喋ってんのよ。ほんまにトラウマレベルやねんけどみたいな。で私はその隣でずっとこう携帯をいじって、やばい、入るに入れなくなった、どうしようみたいな、このまま、いや朝まで待つか、いやでもそれで中で出たらやだしなと思って、でも頑張ってあの入り口だけ突破してお風呂だけ入っちゃってっていう手もありだなみたいな。でもめっちゃ頭フル回転させて、どうしようどうしようって、もうでもさ閉まっちゃうのよ、23時ぐらいに行ってるから24時には閉まっちゃって、もうその時点で20分過ぎてたのね。でやばいな、30分40分ぐらいしかないなと思って、でもうちょっと葛藤してたの私、もうすでも入んないと、入んないとやばいよなみたいな。でも私入んないと寝れない人だから、お風呂入らないとあのなんていうの、そのそういう旅館とかで寝れないし、そのお布団に入れない人だから、なんかうわーどうしようと思って、すっごいもう入り口と携帯を交互に見て、なんかムカデ倒し方とか検索してどうしようどうしようって思ってたら、その3人のうちの1人が私に話しかけてきて、なんかお姉さんもしかしてうちらの話で入れなくなっちゃいましたみたいな。で私はもう愛想笑いするしかないよね、はぁみたいなあーちょっと怖くてみたいなそうですよね、ほんますいませんみたいな、私ちょっと見てくるんでみたいな、こんな騒いでたら入れないですよねみたいな言われて、その2人3人のうちの2人が見に行ってくれたのよ、もうまだおるかみたいな。ちょっと私たち服着たんで、ちょっと今からムカデおるか見てくるんでみたいな、で私が騒いだから入れなくなっちゃって申し訳ないみたいな言って、でその子たちが見に行ってくれたので、もう私も脱ぐに脱げない、着るに着れないみたいな状態で葛藤してたから、あ助かると思って、そう助かると思って、私はなんかちょっとその様子をこう見守ってたので、そしたらあのその子たちが見に行って、もうおらへんなみたいな、どっか行ったなみたいな話をしてて、でめっちゃ笑顔でお姉さんもういないですよみたいな言ってくれて、であ本当ですかありがとうございますみたいな言って、でもどこ行ったんだろうと思って、そんなでかいムカデ忽然と消えてたら逆に怖くねと思って、お湯の中にいたらどうしようとか、まあ結構考えるじゃん、だってそんなでかいムカデねえ。でそしたらその見に行ってなかったもう一人の子、3人のうちのもう一人の子が、ていうかお姉さんアイドルですよねみたいなちょ待っておっぱい丸出しなんだけどと思いながらえいやあーなんかはい似たようなことはしてるかもしんないけど適当にごまかしてお姉さんアイドルなんですかみたいな、めっちゃ可愛いと思ってましたみたいな、でっかい声で言われてやばいやばいと思って、で、でなんかあどうもみたいな、え頑張ってくださいねみたいな、ほんまにすいませんうちが騒いだからみたいな言って、あ全然大丈夫ですよって言って、その子たちはまあワーキャー言いながら消えたんよどこかに自分の部屋に戻っていったんだろうね。そうで嵐のように去っていったなと思って、でも私すっごいお風呂入るの勇気いって、もうめっちゃなんか風呂もう
ソロ 全員出てきたかなぐらいだったので、もう残り30分で私は入浴を済ませないと出られないと思って、で私は一人になったんだよ脱衣所に。だからもう誰もいないと思って、もうほぼ全裸だよね、全裸で助走をつけてよし、あの入り口を越えれば、あの入り口を越えればとにかくシャワーという武器を手に入れて、なんか30センチのムカデが出てもシャワーで流せると思ってでそれで、ね、なんかもう助走つけてふーって言って、なんかほんと陸上選手みたいな助走つけて走り抜けたの入り口を。でなんとか温泉に入って、でなんかまあ無事に入浴を終えて、で、ま、体洗ってる時もちょっとビクビクしながら体を洗い終えて、よしよしと思って、もうここまで来たら私は勝ちだと思って、で帰りもなんかちょっともう早足気味にタタ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 タ過ぎて、でなんかそのなんていうの、着替えようとしてたんだよ。でそしたらちょうどそのもうすぐ閉まるから清掃員みたいな方がいらっしゃって、でその人に、私はなんかすごい大きいムカデがいたっぽくてみたいな、私見てないんですけど一個前のお客さんが言ってらっしゃってみたいな、したらなんかよく出るんですよ山ですからねみたいな言って、よく出るんかいと思ったんだけど、ちょっと探してみますねみたいな言って、あの探してくれてたので、そしたらなんか、あーこれかーって聞こえて、その隣の棚の向こう側から、でえってなって、脱衣所側に来てたのよムカデが。でなんかえってなって、いましたって聞いたら、おったおったみたいな、ほうきにねそのムカデを乗せてこっちに見せてくんの、やめてやめてみたいな、私まだパンツしか履いてないんだけどやめてやめてって思っておったおったっつって見せてきて、でめっちゃでかい、もう見たことない、もう化け物みたいなムカデ、もうだってほうきに乗せ、なんかこう引っかかってる感じで見せてきたんだけど、めちゃくちゃ垂れ下がってて、もう本当に30センチ、森なしで30センチ戻しぐらいのムカデがいて、でどこにいたんですかって言ったら、このなんかその棚の中カゴの横ら辺に隠れてたらしくって、ねこここことか言って、でお姉ちゃんよかったねみたいな、何もな刺されたり噛まれたりしてないみたいな言われて、あはい大丈夫ですみたいな言って、でもそのムカデはあのその清掃の人のあのゴミがいっぱい入ったなんかそこに入れていいのかなみたいなところに消えていったんだけどで私はもうちょっと一安心して、でもうすぐ閉まるからドライヤーするなら早めにねって言われたから、あ部屋でするんで大丈夫ですって言って、私ドライヤー持ってってるからね、誰が使ったか分かんないドライヤー使わないだから、で「あ部屋でするから大丈夫です」って言って、もうなんかすごいさ、もう汗を流すためにさ温泉に入りに来たのにさ、逆に汗かくっていう、もう本当に変な冷や汗かいて、もうやばかった、マジで怖すぎたんだけど。え、そう、そんな出来事もあったんですよだいぶ前だけど、うん、卒業前だけどね。バレたのも嫌だったし、そのワーキャーしてた3人組に、お姉さんアイドルですよねみたいな、見たことあるみたいな言われて、あなんか絶対検索しながら帰るんだろうなと思ったんだけど
すごい恥ずかしかった、おっぱい丸出しの状態でバレて。だから今後温泉に入るときはちゃんとなんか変顔とかしてたらいいかな。変顔してたらいいかな。でも見たことないくらい大きいムカデだった。すごい大きいムカデで、そう超怖かった。化け物みたいだった。なんかふわり愛のロケかなって言ったところだったんで、ふわり愛のロケって結構温泉とかに泊まることが多いからさ、温泉ででもさ、そんななんかさ助けてくれる人もいないじゃん。スタッフはみんな男だしさ、はぁーと思って、こういう時に女の人とかマネージャーとかいたら楽なのにと思った出来事でした。そう、マネージャーさんはついてきてくれない。マネージャーさんはね、時と場合による。例えば私がすごい体調悪い時とかはついてきてくれるし、でもふわりは私が現場慣れしてるからもうなんか遠いとこだとついてこないとかは全然ある。だってその分の宿泊費とかもねかかっちゃうからね、マネージャーさん一人ついてくるだけで。だから私がよっぽどしんどそうとか、なんか例えばそういう不安な内容のロケがあるとかだったらついてきてくれるとか、なんか着替えるロケとかは女性スタッフいないと手伝ってもらえないじゃん。だからそういう時はついてきてくれるけど、それ以外は特に。海外とかはさすがについてくるんじゃない、韓国とかさ、キトキュンの時からそんな感じ。私は慣れてるからね、どっちかというと。この時間だったら人多いかなと思ったけど、そんなことない。最近みんなショールームのコメントサボるよね、よくないよ。ラジオだと聞いてるだけの人結構いるんだろうな、よくないよ。なんかそういうさ、なんか下ネタの時だけ出てくるやつとか本当にキモいからやめな。
良くないね。そうだよ、良くないよ。なんかチャットの返信も最近みんなサボりがちだし、私が言わないとサボるからな、本当に。そんなに大して毎日忙しくないでしょねえ、大してそんなにみんな忙しくないのにさ、忙しぶっててやめて、それ。最近仕事忙しくては通じないよ、通じない。だってそれってじゃあ現実に本当に、なんかじゃあ例えばあのなんだ、女の子と付き合いますとかってなった時に、じゃあその子にも避ける時間はないのかっていう気持ちになるんだけど、忙しいから無理、会えないっていうの、それね、良くないよ。リガメのことをあのちゃんと大事に思ってたら、あのしかもさ、別にさ、なんか彼女じゃないんだからさ、なんか会いたいみたいな言ってるわけじゃないじゃん。彼女で例えると LINE ぐらい返信できる暇あるよねっていう話じゃんこれ。なのにさ、そんなことも相手できなかったらさ、もうそんなことも相手できないから彼女できないんだよ、みんななんて。よく考えてみなよ、なんで彼女できないか。忙しいとか言ってさ、仕事で忙しいとか言ってさ、言い訳だからそれ。そうでしょう。あのね、世の中のモテる男というのは、あの自分のことにも余裕があって、なおかつ仕事もできて、仕事ができるから多分余裕ができるんだろうね。仕事ができるかい、余裕ができて女の子に構える人がモテるんですよ、やっぱり。だから彼女できないじゃないですか。知らないですけど、だから彼女できないんですよ、みんな。あまりにもコメント少ないと2回目やめるからね、配信。誰かがするだろうじゃなくて、ちゃんとコメントするんだよ。いや、合ってるでしょ、私が言ってること。それは困る。じゃあコメントしてください。サボりすぎ、返信もサボりすぎ、みんな。なんかどうせ今月末会うからとかちょっと思ってるでしょねえ、どうせ今月末会えるからみたいな、ちょっと思ってるでしょ。そういうのが怠慢なんだよ。そういう怠慢が彼女の不満を招いて別れることになるんじゃないの。違うの。こんばんは、最愛です。はい、ありがとうございます。よくさ、そのバリエーション尽きないよね、いつも。
そんなこと思ってるないです。そんなこと思ってない。いや思ってるから、思ってるからサボるんだよ。どうせコメントも返信もサボりやがって、さして忙しくないくせに。私に避ける時間もないってやばいよ。私に避ける時間がなかったらさ、彼女作る時間に避けるわけがないじゃん。時間諦めな。暇なんて作るんだよ。そうだよ。え、これ今私に言われてます。みんなに言ってんの。最近サボりすぎ、本当に。忙しい、仕事が忙しくてとか。何が？絶対嘘だもん。絶対私に返信できるぐらいの余力はあるもん。そう、今リカちゃんと、そうそうだよ、コミュニケーションを取れる場なのにさ、聞くだけのやつが多すぎる。もう配信しないよ。あ、ラジオ配信需要ないんだと思って、リカ姫配信しなくなるよ。それでもいいの？なぜかリカピスタンスでコメントしてみてる。うん、それぐらいの気持ちでいてください。ただいま卵ご飯を食べております。ご飯食べ終わってからでいいですけど、全然。配信も大切な時間。そうだよ。え、もうじゃあさ、会いたくないってこと？なんかそう、なんかもう別にそんな私に興味ないってこと？好きじゃないんだ、理解のことなんて。あれ、なんかめんどくさい彼女ブーブーしてる私。いつも仕事忙しいって言ってさ、何なの？ねえ、いや忙しぶってるやつ多すぎな、マジで。めんどくさいから。もう私に愛ないんじゃん、そんなことばっかり言ってさ。可愛いとかじゃないんだよね。理科姫は可愛いとか可愛い可愛いとか言ってるけどさ、可愛いって言っとけば機嫌治ると思ってるでしょ。短絡的思考やめた方がいいよ、男特有の。別に可愛いって言われても嬉しくないから、死ぬほど言われてるし。可愛いの自覚してるし、別に。何なの、全然リカの気持ち分かってくれないじゃん。こっちはおはようより言われてんの。そうだよ、おはようより可愛いねって言われてるんだから。別になんか可愛いねって言ったら、そのなんか機嫌治るみたいなの本当やめてほしい。マジで治んないから。おはようより可愛い言われないって言って冷静にすごいな。今日も可愛いねっていっぱい言われてきてるんだから、そんなのさ、そんなの今さら響かないよ。どのくらい好きか言ってみてよ。本当だよ。
それなのにさ、だからわざわざみんなが聞きやすいタイミングでやろっかなと思ってさ、体調悪い夜にさ、ラジオでも配信しようって思ってるのにさ、無視。ひどい。チャットの返信もさ少なくなってるしさ、どういうことなの。本当に最近リカ姫怒ってるよ。もうじゃあもういいよ、別に私はいつだってやめてもいい。いつだってやめてもいい。甘えてるって自覚。リカ姫2人いるんだけど、コメント欄にもリカ姫いる。コミュニケーション取れれば作ってくれてるのに取らないのもったいないもん。そう、ほんとそうだよ。それぐらい分かってほしい、ちゃんと。新橋飲みに行こうぜ。それあれじゃん、ツイッターのあれじゃん。失って気づいたって遅いんだよ、分かってるの。なんかリカもさ SNS 全く上げないただの一般人になろうかな。そしたらみんなさもっとありがたがってくれるかな。もうショールームも一切配信しない。そういう人になろう。イベントもやらないよ。いいの？いいの？いやでも現実的に考えて、なんかやめるなら本当に何もしなくなるだろうな。表に一切出ないだろうな。私100ゼロの女だから。ひっそりとやめる、すんって。勘弁してください。でもさ、そうしないとみんな、あの時コメントすればよかったなって分かってくれないんじゃないかなって。さようなら。理解もですよ、ほんと0100だからね。マジで出ないよ、そうなったら。そうなったらね。改めます、改めてください。
もう私でも隠居してる身みたいなもんだけどね。だけどなんかまあたまにみんなに会うためにさイベント頑張ったりさしてるのに、してるのに、体調悪い中でもさやったりしてるのに、そうやってさみんなはさ愛を伝えるのを忘れていくよね。毎日感謝の気持ちです。本当に感謝してるの？イノセントにオタクして推しメンに好きを伝えるのもいつしかしなくなる。そうなったらおしまい。なんか全然違う斜め上からコメントしてくる人いるけど。イノセントオタクって何なんだろうね。リカちゃんに美味しいものを。あ、でもね、リカ姫ね、本当にね、モスバーガーでいいから。マジで。うん、白いチーズのやつ美味しかった。美味しいんだ。1年分モス1年分か。それはさすがに飽きるな。でもな、なんかメンヘラだからさ、私なんか同じものばっかりずっと食べちゃう傾向にあって、やっぱ良くないんだよね多分。ハマるとそればっかりで同じになる。そうだよ、本当に。食べられるときに大体もの好きなだけ食べてほしい。うん、わかる。私もそうしたい。明日モスバーガーにしよっと。そうそう、毎日しゃぶしゃぶ食べたい。チャットって更新されたら通知が来るの？メール来るんじゃなかったっけ。確か。たり画面朝方とか夜中にすごい連投するから、そういう時はねめっちゃ遅いよ通知メール。だから積極的に開くっていう、あのつけないと、癖をつけないと。最近は真夜中のご投稿の通知メールは来なくなりました。じゃあ余計にちゃんと夜中は見張ってないとダメだね。チャットは AM2 時から4時リアルタイムで。だいたいその辺で更新するしね、本当に。気がついたら開く。
新規投稿なくてもこちらから返信する、これがおすすめ。いやほんとそう。お昼はメール来るの早いけど夜はあんまり来ないね。手動なのかな、絶対そんなことないと思うけど。なんか寝落ちして起きるタイミングがなんかさっき言った通り4時とかだったりするから、そのタイミングで書いたりはしてるけど、でも最近まだ仮眠期に入ってしまったので寝てる。よく寝てる。手動って考えたら2倍愛着湧く。2回目はあれだよ、感情のままに書くから。でも本当だから気づいたら見るがおすすめかも。よく寝てて、いや寝すぎなんだよね本当に。気づいたら爆睡みたいなことが多々あるので、寝る子は育つっていうし、私これ以上どこ育てばいいの。嫌だよ、育ちたくないんだけど。育つっていうか老化なんじゃない。ツイッターで他の女が見てる暇があったらさ、それこそチャット。本当だよな、睡眠してくださるのは嬉しいのです。誰が寝てない子やね。カホは寝て待てって言うし、私寝て待つの得意だよ。でもね、不眠期の方が辛い。なんか寝れなくってしんどいから、なんか眠いのに寝れないみたいな時期が不眠期で、過眠期は本当にもう油断したら寝るみたいな時期だから、そうなってくると寝れてた方が体調的には楽ではあるんだよね。バランスが取り始める。だけど寝れてないと本当に人ってなんかもう頭おかしくなってくるから、本当にみんな寝た方がいいよマジで。で今の時期の方が私は楽なの、体的には、体調的には。そうだけど不眠期だともうね、本当に1時間しか寝れないとか、寝ても寝た気がしないみたいな睡眠しか取れなかったり、冬眠はする派ですか？だから今すぐ多分冬眠の準備してる。寝れないと脳がバグり散らかすよ。うん、なんかエラーエラーって出る。寝てるけど覚醒状態みたいな。そうそうそう、私には寝るが一番のエンタメ。え、なんか世の中に絶望してる。それわかる、寝れないのつらいよね。そう、寝れないとなんかやばいってなって、で外で倒れる率も高くなるし、私本当に寝れない時期って辛くて、でちょっと前がずっと不眠期だったんですよ。だからなんか私そのなんか人生でもうなんか帳尻合わせようとしてんのか知らないけど、本当に不眠期と過眠期が交互に来るんですよね。今は過眠期。いっぱい寝ちゃう。でご飯食べてる最中に寝ちゃうもん。ガクンって。
なんかさ、私 YouTube プレミアム入ってんだけどさ、 YouTube とか流して寝るじゃん。したらさ、なんかヒーリングミュージックがさ、全然聞いたことないフェーズに入っててさ、起きて気づいたらあれと思って気づいたらさ、全然違う、なんか私確か森の中にいたよな。なんで都会の雨に打たれるみたいなやつになってんだみたいな、よくわかんないのに飛ばされてたりするから。であれって平気で3時間とかあるからさ、6時間後とかにさ、なんか全然違う動画に飛ばされてたりするんだよね。ワンピースで見たことある。どういうこと？今まで女性から不人気でバランス取るならそろそろ人気になれるかな。でも人生は感情合うようになってるんで、結局いいことと悪いことは帳尻が合うようになってるんすよ、本当に。悪いことしか今起きてないなって人も、なんかじゃあ若い時にすごいいいことあったとか、そう、なんか幸せに気づいてないだけなんだよ。本当にそうだよ。幸せって気づけるか気づけないかですからね。本当に気づきにくくはなってる、幸せは。ちなみに言うと嫌なことには気づきやすいけど、気づきにくくはなってる。ただトントンだから、本当に本当に嘘じゃない、信じてるよ。合わないまま不憫に生きてきたオタクたちがどれだけいるか。いやでも思うけど、じゃあ推し活してるとき幸せでしょ、推しに会ってるとき幸せでしょ。でさ、他の人に比べたらさ、比べるのよくないけど、じゃあ例えばすっごいハリウッド俳優のファンですみたいな、もうガチ恋するぐらいファンって人って会えないんだよ。1年に1回イベントで会えるか会えないかみたいな、それも自分が動かないと、海外に行かないと会えないみたいな感じなのしさ。みんなはさ、もうオタクとしてすごい恵まれて、だって会う機会も作ってくれるし、推しメンがね。って考えたら、本当はとっても幸せなことなのに、それに気づいてないだけなんだよ。で、会えない機会に会えない、オタクできないとか言ってすぐ鬱に入るけど、気づいてないだけなんだって、本当に。目の前にある幸せに気づけるか気づけないかでだいぶ幸福度変わってくるよ。いや本当にそうだと思うよ。そう、幸せな日々があったから今ツケを払わされてる人もいるだろうし、だから今まで幸せなことなかったなって人はもしかしたら気づけてないだけなのかもしれない。そう、気づけてないから返信怠るんでしょ、コメントしないんでしょ、そういうことなんでしょ。だから失った時に気づくんだよ。幸せってあれだったんだろうなって思ったって遅い。今を生きなよ。ほんとそうだよ。
押しは押せるときに押せってさ言われてるでしょ。しかもみんな身をもって感じてるはずだよ。一度私が卒業発表したときに一度感じてるはずだよ。あの感覚を忘れてはいけない。愛のあるお説教。その通り。卒業発表された時後頭部しびれたでしょ。しびれたでしょみんな。あの感覚を忘れてないなら配信にもかじりついてるはず。いや絶対そうだよ。だっていついなくなるかわからないのに。ふわーって消えるよ私。もうみんなメンバーに帯同するレベルなんどういうこと。ってなってたでしょ。あの4月12日屋内だったのに空は青いのでしょ。本当だよな。後頭部殴られた。そうだよ。その翌年3月にもう一回殴られることになるんだけどね。うん。ショックで声も出なかった。メンバーと一緒に東京に行き卒コンをし TIFF にも行く。いやほんとそうだよね。でも今ちゃんとあのファンの人だから、ファンの人とだからコミュニケーション取ってる時間の方が長いんだって。私はね言っても信じてもらえないだろうけど、え本当にそうなの。今の私の生活を考えたら。なのにさ、3月の件はまあまあ当事者でリカピスタンスむずかった。ちょっと及ばなかったか。考え及ばなかったか。でも、なんか、人生経験の一環だよね。だから私は結構、好奇心旺盛、行動力女だから、そうって思ってもらったらみんな理解が納得がいくと思うんだけど、でもだから結局それでなんかバイバイってすぐしなかったのはやっぱみんなとの時間が楽しいからなのに、みんながその時間を放棄したらもう理解もいらないんですねってなってもやめたっていいよ。寄り添って置き去りにしてをちょうどよくやってくれる推しメン。置き去りにしてないじゃん別に。置き去りにした覚えないんだけど私。言うて推しの結婚発表は未経験だったから。いやだってそんなのねえ遅かれ早かれ来ることですから。うん、みんなが遅かっただけ。理解部せっかちなの。みんな遅いんだよ行動が。
平等にみんなにチャンスはあったわけだから、やっぱだから遅い、遅いと良くないリガメせっかちなの、それだけ分かっといて。え、本当になんかせっかちなの刺さります薄れゆく意識の中でこれが電光石火となるなど しないんじゃないよ、できないんだよ、泣いていい泣いてもいいよ、泣いてもいいよ。でも別にそんなこともあったねぐらいに思わせてる私がすごいと思ってほしいよ、ほんとこんなに毎日配信してさなんかさ、え、なんか寂しいとかさ、なんか挙句の果てには悔しいみたいな言ってくる人いるけど、じゃあお前なんかしたって、努力したのって思う。うん、だしなんかじゃあ私がそれでこの時間をおろそかにしてるかって言ったら全くそんなことない、むしろひどくなってるぐらい2割に依存してるのに、なんかその本質を見抜けてない人はまだまだにわかだなって思っちゃうかもしれない2回目の性格分かってなさすぎるよそれ。基本やきもち焼かせたいからねみんなに、ふふでも、そう、ニアリがショック受けてるのも好きなの。ド S だからかな。ニアリが後頭部を殴られてるのを見るの好きなの。激ムズ女と見せかけて割とシンプルなんだぞ。ミステリアスに憧れてはいる。全部これに、全部このさ、この文に詰まってるんだけど私待って待って待って、その言い方はまずい後頭部をリカゼムに殴られるのも共演、人がさ後頭部をさ殴られてんの見るの好きなんだよねしかも私のことが原因でショックを受けてるのがすごく好きだからさ寂しいって聞きたくなっちゃう、定期的にねね寂しいってねねねねね今どんな気持ちって聞きたくなっちゃうごめんね、サイコパスなの、うん、そういった一面もあるから、そう、なんかすごく難しく捉える人がいるけど、理解目本当にシンプルだよ、思ってることしか言わないし、自分勝手ではあるけど、ねえ寂しい、ねえねえねえそうだよ
みんなにやきもち焼いてほしいんだ。1回目そう。でもさ、恋愛リアリティショーとか出るより出る方が嫌じゃない？その恋愛してる過程も全部見せられるんだよ。それきついと思うわ私。でもなんか2割の後頭部を殴れるならそれもいいかなと思ってたけどでもなんか自分がファンだと思って考えた時にそれはさすがに心が耐えられないと思う。マジでそれはきっと。あとねえ、わかる？恋愛リアリティショー出てる人ほんとすごいなと思う。それでファンがつくのがすごい。なんかなんでってなる なんでそんなさことができるのってリアリティショー出たよ。マジえぐられない？私無理だわ。私が推しメンがリアリティショー出るってなったらちょっと無理かも。結構無理かも。台本があると理解してたとしても困惑される方多いでしょ。でもあ、そう、なんかドラマとかでさ、ラブシーンがあるとか、まあうんってなるけど、まあ演技やしねってなるけど、それでもちょっと嫌じゃん。なんか生々しくない？嫌なんだけど、一回目そのなんかその過程を見せつけられるのがきちい。私なりなですが、事務所のご利用して出演するだけでここで付き合うような単細胞ではないと信じてたそれどうなったんだろう、気になる。ドラマとか映画とかのフィクションですけど、リアリティーショーは違います。まあ、ちょっと自分の気持ち乗っかってるっちゃ乗っかってるじゃん。なんかそれが嫌だよね。私、あ、こういうのがなんかタイプなんだじゃないけど、そういうの露骨に見えちゃうのがすごくなんかうわーってなる嫌かもみたいな。なんかさ、仲いい友達のさ、なんかメスの顔見るのも嫌じゃんみんなもそうじゃん。なんかさ、仲いい友達のさ、なんか男みたいな顔見るの嫌じゃないめっちゃ頑張って女の子持ち帰ろうとしてるところとかさ、見んの嫌じゃない？その感覚に陥るんだけどなんかすごい嫌かも私。オス全開みたいな、嫌だよね。わかるわかる。私もなんかそのなんか女がなんか男に見せる顔みたいな、いつもの〇〇ちゃんと違うみたいな感じになるのすごい嫌なんだよね。嫌だよね。ギラついてんの見るのは嫌ですね。でその気持ちになるんだけど、私親友とコンパとか嫌だよね。コンパ用の友達がいた過去の話って言えばいいと思ってるでしょ。あと演者様に事件が起きる可能性もあり、それは心配だよ。まあ叩かれるよ、大きいしな。リアリティショーとかってなんか性格が露骨に見えるじゃん。だ、例えば誰かと誰かを取り合うみたいなことになった時に、なんかこいつ性格悪いってなったらめっちゃ見え方損だしね。そう、だから私はそれだけはちょっともう無理だなと思った。リアリティショーで好感度上がってたおしま、あ、好感度上がってたんだ。
それさ、でもどういう気持ちで見るの？私見ることもできないかもしれない。え、見れないかも。見たくないかも。一応見てみたんだ。そう、なんか一応出てるしみたいな。うん、そもそもジャンルとして興味ないのに。え、なんか私もさ、私ぐらい同年代のね、友達とかめっちゃリアリティショー見てんの。なんか、なんだっけ、なんとかアイランド、シャッフルアイランドとかさ、なんかあるじゃん。アベマとかでよくやってるやつとかさ、オオカミちゃんがうんぬんかんぬんとかさ、なんかあるじゃない。ああいうのとか全く私見ないから、なんかわかんないけど、なんか私ってテラ派で止まってんのね、恋愛リアリティショーの価値観が。でテラ派見てたけど、なんかあんな感じで推しメンが出てると思ったらちょっと結構なこうダメージかもと思っちゃうんだよね。なんだこれではあったよ。子供の見るもんだなって思ってた。まあ、いや、わかるわかる、そうなんだよね。ちょっと子供っぽい感じするよね。うん、なんか丸々くん一緒に行こうみたいな言って誘うとかあるんでしょ。嫌なんだけど、そのなんか普通に恋愛したくない？そしたらそんな、なんか人の見てるところで恋愛しなきゃいけないことあるってなっちゃうかも。出る側も見る側も嫌かもなったし。というか、なんかうそくさってなっちゃう。どうせ1年後に別れてるだろ、こんなところでカップルになったってって思っちゃう。ショーを否定してあげないで。なんかでもやっぱちょっとなんか精神年齢低い子が見てワーキャー言うんだろうなっていう感じかもしれない。なんかなんとなく私も低い方ではあるけど、あれでワーキャー言えないかもしれない。ドキドキするとかないもん。この後どうなっちゃうのとかないもん。ない。なんか一回だけなんだっけな、友達ん家行った時になんかもともと付き合ってた人同士がなんか新たに恋愛するかよりを戻すかみたいなリアリティショーがあって、それを見せられたんだよね。これおもろいから見てって言って、一つも何がおもろいかわからん。だって自分ともともと付き合ってた人がさ、一回別れてさ、またなんかその恋愛してるところを目の前で見なきゃいけないってさ、どういう拷問と思って。嫌じゃない普通に。でも友達はそれをすごいさ、なんか喜んで見ててさ、これ何がおもろいのって言っちゃったもん。これ何がおもろいのって、グロくないっつって、なんかちょっとグロさを感じたんだよね。うん、どっちとくっつくんだろうねみたいな、どっちでもええわってな。どっちでもええわ、好きなのより戻したらええやん、ご飯全部ってな。うん、俺知り合ってマジで付き合う人って常に空青いんだろうなって思う。うん、だからすごいよね、ほんとに。あれに出れる神経がすげえ。
まあでも若い子たちは好きなんだろうね。もうおばちゃんだから私わかんないわ。そのそれでワーキャー言ってる気持ちが全然わからない。相乗りとかは好きだったよ、昔見てたけど。僕と一緒に日本に帰りましょうとかいうやつ。いつの間にか時は流れ、なんとかなれつって。相乗りは見てたけど、相乗り見てた世代はさ、まあそういうのドキドキするのかもしれないけど、その時の年はね。でももう別に心が動かない。なんか私が悪いのかな、ドライなのかな。嫌じゃない。てかすごい、それ出れる人が。客観の鬼だから。すごい、なんか結局カメラ意識しちゃうと思うんだよね、私とかは。しかもさ、その一時期していた恋愛がさ、一生公開され続けるってことでしょ、世界に。無理。だってその後さ、別れてさ、他の人と付き合ってたとしても、その恋愛がさ、だからカップルチャンネルとか私さ、って思っちゃうんだよね。なんか別に、なんていうんだ、まあ私がアイドルだったから隠すべきところって思っちゃうのかもしれないけど、別に人に見せるもんじゃないじゃん。だしさ、なんか二人の世界であってほしくない、そこは。なのにさ、全部見せちゃうんだみたいな。ね、一生残るんだよ。だってそれで、その時はいいかもしんないよ、盛り上がって好きで付き合って、なんかそう、まあなんか見せて、なんか何々カップル超可愛いみたいな言われるわけでしょ。でもさ、まあそれでまあ結婚まで行けばまあうんって感じだけど、あの別れてさ、その動画一生ネットにおもちゃにされ続けるのやばくない？だしさ、もし自分にさ子供ができてさ、そういうの調べる年になってさ、調べたらさ、自分の元から出てくんだよ。ちょっと本当に考えられないんだけど。お母さんの元彼がネットに出てるっていう、そう、だから恋愛してたところとかも出てるっていう、結構きつくない？きつーってなるけどな。うん、だその基準で考えたらやっぱドラマがギリだよね。作品として出てるだけだから。いやー、きついよ。無理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 、絶対考えたくもない、そんなこと。結構一生背負う十字架になると思うよ、あんたらの卒業公演と一緒で。まあまあイケメンと結ばれてるやん。パパどうしたん？パパはみたいなね、思われる。定期で言われる。形は違えど同じ十字架。でもその十字架結構重くねと思うんだけど、私人として重たい。過去の恋愛がネットにさらされ続けるって結構重たい十字架だと思う。
いや一生言うよ、私はこれ死ぬまで言うからね、死ぬ直前まで言うからね。それでまあなんか一時的だけどフォロワーとかを稼ぎたいってことなのかな。うん、分からん。共感性周知じゃない。だいたい完全なる素人じゃないよね今ああいうの。いやそうでしょ、なんか何かしら事務所に入ってる人とかな気がするけどね。出演してすぐのインスタライブは名前呼んでくださいの高校生しか来ませんでした。いやーきついな。どっちにしろ無理かも。私は出ろって言われても出たくないかもしれない。うん、素人ならいいよね。だから良かったのかな、あの相乗りの良さってそこにある。相乗りの良さってそこにある。あと相乗りってそこまでイチャイチャしないんよ。なんかあのほんとピュアなところまでしか描かないから。そう今みたいにさ、なんか一緒にプールに入ってさ、なんかなんかでなんかそういうリアリティーショーあるでしょ。だからプールのシーンみたいなよく見るけど、私なんか水着でさ、なんか一緒になんか「まるまるくん」みたいなやつとか結構それさえぐいなって思うけどな。付き合ってからやってくれってなるやつ。そうそうそう、知らない世界で知らないシチュエーションで知らない男と女に憧れる気持ちがわからないね。そうなんだよね、なんかすごい恋愛リアリティショーアンチみたいになってる私。いやでもほんと自分が出るならありえないなっていう話をしてるだけだから、別になんか何だろうすごいと思うよ、若い子人気あってねいいんじゃないかしら。そういうのに憧れてみんな恋愛するわけでしょ。後頭部殴るために出るか一旦考えた。いやそれにしてはリスクが大きすぎる。後頭部殴るためだけにさ2割の。でも理解部は2割の後頭部殴られてる姿好きだよ。満面の笑み。ありがとう。何回言うねん。何度でも言いたいの本当に。なんかあの
卒業発表した時もなんかあのお通夜になってる2割すごいなんか好みだった。だ私あの時はあの場に入れたんだよ。なのにさ、まあ、直前まではイベント出てたんだけど、いや3月の時はみんなの顔見れなかったから、もうなんかライブ配信とかしてほしいんだけど2割に。とんでもない言い方しててさライブ配信してほしかったな。いや違う、聞いてください。はいはい、中井理香さん、あのね卒業発表の時なんか卒業しますって言った後なんかちょっとニヤニヤしてるから一回見てほしいその映像。みんな落ち込んでるね、よしよしっていうタイミングがあるから、あの場面は一生忘れない。いや録音してとかビデオ回してほしかった。おつやの蛍の光流れてたんでしょ、てん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 言うて、なんか一瞬で4キロくらいやって、よかったじゃんダイエットできて。え、そう卒業発表の時のニヤリはそれ。あ、みんなやちゃんと落ち込んでくれてたんだって思ってすごい嬉しくなった。寂しい？ねえねえ寂しいよねって本当は言いたかったけど、あまりにも女子が号泣しててかわいそうだったからやめた。みんなが一斉に携帯に釘付けだ、誰が一番最初に気づいたの？インスタで発表したじゃん。誰が一番、だって携帯見ないと分かんなくない？そんなの通知取ってるからってこと？それなんていうの気づいて第一声。3月のはリカちゃんのさ、これさガチだよなって感じ。運転中に気づいて事故りそうになったよ。いや笑い事じゃないんだけど笑い事じゃないんだけど、笑っててごめんね。声も出ない。おもろい絶対。なんでさ録画しといてくれなかったの？その映像だけ2回目一生酒飲めるんだけど。ねえ。一人で部屋にいる時に見て、南国の色鮮やかな鳥のライブは。あの南国でしか聞かないやつね。もう本当にこの話大好き。この駅ホームドアがあってよかったなとか死のうとしてるやん、やめてくれる？あー本当に。いやそう卒業発表の時は見れたんだよね。卒業発表の時はでも女の子がだから前列に多いじゃん女の子。したらさなんかあのめっちゃすすり泣く声とか、もう本当に目真っ赤にして泣いてる子がめっちゃいて、でさすがに私も心痛くなってちょっと言えなかったの。なんか寂しいみたいな。ねえねえ寂しいって言えなかったんだけど、
そう。いやでも本気で天井仰ぐんだね人って。あの絶望した時って天井仰ぐんだって思ったもん。あの私が卒業発表した時もなんかみんなちょっと遠くの LED なんか LED の向こう側を見てて私の顔見てなくないみたいな。なんか上の方の遠くの LED 見てておもろいって思ってた。うん。でもさ私はさその時点でまだ4ヶ月あるって分かってるからさ、みんな一回背もたれにもたれるからポフって音する席にね。発表2日前の配信でリカピに似合う名字なんだろうねってやってて楽しくて、え怖いってなった記憶。えそんな話してたっけ、そんな話してたっけ。私白子白子白子やん白子すぎて白子やん。卒業発表の際はでももう病んでたから、病んでたからもうそういうなんか明るい話題でどうにかしたかったんだろう。私も病んでたから。その前の記念公演のお知らせの時点で可能性あるなと覚悟はできた。あ、まあ、それは匂わせてたから卒業はね。遠く見るかうつむくかそう打ち上げ花火みたいな遠くから見るかうつむくかみたいな天を仰ぐかみたいなパッと光って咲いたやん。何日前だったか忘れました。内容を覚えてる。そんな話してたっけ。名字何っぽいみたいな感じでしたが、えもうなんかさ白子白子もうなんか早く言いたかったんだろうな。もう心にさ重りがずっとついてる気持ちだったから。えそれ3月の話だよね。そうまあそろそろあるかなと思ったけど卒業カードやった記憶、うん、卒業の時はね。リカピ怖で会って会ってない会ってない。だって私も怖かったから、なんかもう悟ってほしい、なんか察してほしいみたいな気持ちだったなと思うよ。もう早くこの私だけすごくいいこうドキドキしてるところから早く抜け出したい。そのなんか本当に病んでてご飯食べれなかったの私。だからもうなんか気づいてほしかったんじゃない察して記念公演に絶対に来てほしいとおっしゃると思いましたし、今までで一度も。えでも私だから卒業発表見逃したってなってなんか病んじゃう子とかいるじゃん。それがないように私は匂わせたつもりだったの一応。で卒業発表の時に匂わせるねってもともと言ってたし、でもみんなの中で五分五分だったわけでしょ。うわあこれ卒業かな。いやでもな今までも卒業かなと思ったら卒業じゃない時なんていっぱいあったしなみたいな。
後者でした。ヒントタイムだったの、西園寺ではないかとか言ってる場合じゃなかったのかな。ハッピー野郎じゃねえかよ、西園寺ではないかじゃないよ。うん、半々と感じておりました。なんなら何かいいことの発表かなって思ってた、直前の直前まで。あ、卒業はね。でもリカメサプライズ好きなの。許されない。許されない、サプライズ。好きなの、ハートじゃないよ。でもね、理解め、サプライズ好きなの。やられるのは嫌いなくせに、やられるのは嫌いだよ。よく知ってるね。やっぱ私のことよくわかってるわ。サプライズやられるの嫌いなんだよね。サプライズ、ドンキコの中。注意してない時に後頭部ぶん殴ってくるから。サプライズすぎだった。びっくりはしたでしょ。でもどっちも一応ゴブゴブだと思っても、卒業もびっくりしたでしょ。で3月はまあびっくりしたでしょ。あれ、この人直前まで人の生誕出てなかったみたいな。卒業発表また NGT を打ってプロデューサーじゃん。あ、しかもコツンじゃなくて満面の笑みでフルスイングバゴーン。うん、まあみんなの驚く顔が見れて何よりだよ。大谷翔平の、大谷翔平って今 何号打ったの ?40 何号とかだよね。私もそれぐらいいっぱいサプライズするね。え、なんか30何号だっけ ?40 何号だっけ、なんか 50-50 みたいな目指してるんでしょ、盗塁とホームラン。44本、すっごっ。なんか盗塁も44本、44回成功してるみたいな感じだった気がする。毎日数字変わるから分からん。2割の後頭部、後頭部ぐちゃぐちゃのゾンビみたいな人たちいっぱいいる。44の46、すげえ。もう日本の誇りだよ、ありがとうって感じ。しかもさ、インタビュー毎回さ日本語で喋ってくれるの超嬉しいよね。ね、なんか私 WBC だっけのやつから大谷選手ってかっこいいんだって気づいて、結構ニュースとか見てるんだけどさ、なんかすごいさ、すごいよね。あの犬の始球式のやつも超可愛かったし、あとでけえ、画面越しにでも伝わるでかさ。うん、身長ね。いや主人公すぎ、もうあの人のために世界存在してるやん。いやすごい、本当に同じ時代に生きれて感謝って感じだよね。そんな人だって何年に一回出てくるか出てこないかじゃないの。え、でしかもさ、私さ、なんかの記事読んだんだけどさ、怪我したんでしょ、怪我して、でなんかそチームが、チームに貢献できないのが申し訳ないからって言って走り込みして、走る練習して、じゃあなんか投げれないなら走りますって今盗塁やってんだよ。何それって思わない？強すぎだろって。しかもそれで成功してんのがやばいわ。
この男にできないことはないのかと向こうの実況やばすぎだよもう本当にそろそろ左手で投げそうもうやばいじゃん、人間の力をはるかに超えてるやんすごいよね。いや大谷選手マジですごいと思ってたし、いっぱい記事読んじゃったんだよね。でも日本からそういう人が出てるっていうのがさすごくない？なんか日本人で言ってくれてありがとうって感じ。いやすごい本当に。何の話してたっけ、すごい大谷選手の話から飛んじゃったけどさ、あれやばくないマジで。今見れてるのがすごいことね。サプライズで後頭部フルスイングの話どんな話してるの世界違いすぎるだろねえねえ、世界が違いすぎるよ。すごいね、主人公だね。 MBTI 何なんだろう、大谷選手主人公なのかな。なんかさ海外のメディアの人がさインタビューしててさ、その途中でさ大谷選手に水かなんかかけに来た人がいてさ、アナウンサーもびしょ濡れになっててさ、すごいかわいそうだなって思ったインタビューが一個あったんだよね。あ、よくあるんだ、アナウンサーって大変な仕事だね。やっぱ海外のアナウンサーはほんと好感持ってるわ。何とは言わんけど、うん、それ以上先は言わないけどね、うん、海外のアナウンサーはすごいなんか好感持ってる、なんか頑張ってるなって。しかもその時のテンションで伝えてくれるじゃん。言わないでも分かりやすいのありがとう。着地する先が実家のような安心感。海外の方が重要。そうだよ、日本のアナウンサーなんてなんかちやほやされて勘違いしてなんかバラエティとか出るようになってさらに勘違いしてなんかアナウンサーっていう生真面目な職を選んでたのがなんかあれだったのか知らないけど、写真集とかで脱ぎ始めてもう方向性がよくわからないみたいなことになってる人とかさ、マジでなんかわーってなる。言わないけどって、あ言わないんだった、ごめんごめん。なんか自己顕示欲高いんだろうなって。でもあれだけ面白かった、パリレパリラレパリラレパリリンピックみたいなやつパラリラパラリラって言ってたよねあれだけ面白かったな。ネットのおもちゃになってなってた。あれだけは面白かったとだけ言っておくわ。確かに言いにくい。で、パリパラリンピックだよね。むずっ
言いにくいだろうけど、あのテンションで始めちゃったもんだから、パリパリラレパリラレおもろ落ち着いてってなっちゃった、あー落ち着いてってなっちゃった大丈夫、落ち着いてってゆっくりでいいよって私は誰なんだろう一体、あーゆっくりでいいよってなってた。あれ顔映ってないのが逆に映ってたらちょっと恥ずかしすぎたと思う。おもろいわ、パラリラパラリラっていじられるんだろうな。でもさ、粗品さんがさいじっててさ、なんか「ダダー」っつって原稿を噛まずに読めるのがアナウンサーの良さなのに、お前は「いや何ができる?」みたいなこと言ってて本当に面白かったもっと言え本当に好き、私粗品さん大好きなんだよね、昔から言ってるけど M1 の時から言ってるけど本当に霜降り大好きで一人賛否っていうのやってんだよ粗品さん、それとかめっちゃ見てる、電化にとか。2回目はこれからは2割の後頭部を定期的に殴るために生きていく、そういう人生にしようと思う。マネージャーの協力があるね、あるよね。コルセットは作るね、どういうこと？コルセット、頭のコルセットってこと？ヘルメットかぶることにしよっと貫通するよ、ヘルメット、ヘルメットバキバキに貫通するよ。うん、アイドル界の大谷翔平目指すね三刀流貫通、ドンキなのにエイなの、うん、釘バット釘バットだけどよく思い出してみて、3月の痛み釘バットじゃなかった？物騒すぎてささそうだったわ思い出してみてよ、この痛みはってならなかったそんなもんじゃない、釘バットドリルとかだったドンキとも言えない深いとこに刺さった感触釘バットというよりかは日本刀だったかな切り刻まれてるやん、
首から下を埋められて竹製のノコギリでギーコギーコさせて痛い痛い痛い。バットに刺さってるどころじゃなくて直接刺さったよ。みんなすごい凄まじい衝撃だったんだね。大丈夫？大丈夫？とか言って大丈夫？トゲトゲの鉄球の下敷きになった感覚、おもろ。痩せたんだ。でもほら変わらないリカ姫だから大丈夫だよ。次はどんなので殴ろうかな。次はどんなので殴ろうかな。考えとくね。今のうちに太っておきます。今のうちに太っといて。ギリ死なないラインずれてるよね。違うよ、リカ姫は蘇生がうまいの。あの死にかけてるみんなを蘇生するのが上手なの。うん、なかなかないだろうね。でもね、もうさすがにもう用意してる凶器がもう残ってないから。虫の息にして蘇生する、なんなん、趣味だって、趣味趣味。2割を虫の息にして蘇生させるのが趣味なの。うん、すごい趣味をお持ちで。趣味が物騒すぎる。それ趣味なんだ。大丈夫だよ、みんなのことは絶対に生き返らせてやるからな。ならいっか。3月の激震。もうみんな3月に怯えるやん。3月といえば花粉とあれだよねって。私が思ってる趣味とリカビが思ってる趣味って意味一緒かな。一緒だよ。一緒。ホビー。あの4月の乱と3月の変。変なのおもろ。池袋のあそこも強烈に。去年が4月、今年が3月、じゃあ来年は2月。わかんない、それはどうなるかは。そうだな、私の気まぐれ次第だな。うん、なんかカウントダウンかな、なんかの。
そう、気まぐれロマンティックだもんね。そう。いや、裏を書いてもう一度4月暗号チャットに急に数字だけ投稿して匂わせられるな匂わせよっかな いや、でもあれよりひどい衝撃だとしたならばもうやめますとかかな。なんか芸能界引退ちまーっちゅこれが一番辛いね、うん、死人が出るよ死ぬね死ないから大丈夫だから、まだまだ死ないから安心して。そう、そう、さすがにだって80歳まではやらないからさ、あーってなりながらやらないでしょ。あなたのお姫様なんかのノリとみたいになるやん。やめて、やらないの。やらない、そんな、わかんない、死んでるかもしんない、そんな、私が先に。うん。だけど、まだ考えてはないので、ご安心ください。次はどんなことでみんなの後頭部を殴ろうかな。最近カラオケ配信演歌多めになってきたなって演歌好きに なるのかな年取ってと思うんだよね。私なんかさ、お年寄りが演歌好きみたいなさ、なんかあるけどさ、その人たちだって若い時は若いミュージックが好きだったわけでしょ。どっかで切り替わんのかな。91だから生きてる、それ生きてる。若い時に若いミュージックなかったんじゃん。じゃあ今のさ世代がもしおじいちゃんおばあちゃんだったらさ、ブリンバンバンブリンバンバンって言ってるってことねえ、合ってる。そうなんだ。まあ人によるだろうけどね、それこそ本当に。だけどうちのパパ70だけどサザンのライブ一昨年くらい行ってたよ。あ、元気元気ね。そう考えたらすごいな、秋元さんすごいな。だってあの別かけるんだぜやばない？ちょっと自衛地だよ。東京03に行きたいかつさとしー、生涯青春じゃね。確かに川の流れのようにも気持ちだな。
すごくない？あの別書けんのやばいな神だな。そりゃ3、40年以上トップで動かれてるね。風は吹いているとか誰かのためにとかもすごいと思う。私セカオの歌詞めっちゃ好きなんだけどさ、曲にさ幸せになってほしいんだってさ書ける？書けないよ世界の歌詞めっちゃ好きなんだよね青春時計もいいけどね。青春時計とか青春時計っていうさ、あのまずあの題名がすごい、うん、そんなことあるって思わない？時間差で刺さる。え、時間差攻撃よな、あの曲すげえよ、マジで。青春時計もいい曲だし、ああ喉が痛い。天才だね。グリーンフラッシュてて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 夜が夜にがある、いい曲だよね。風呂場？風呂場じゃないよ。響いてる？なんか最近さ、最近さなんか音声トラブル多いんだよね。歌詞が天から降りてくる場面を見て、ラップパートが賛否両論だった。あ、賛否あったか。青春時計なんか割と順調だったような気がしたけど、いいえ、一番好きな声です。デカめの声ガスガスだよ。青春時計賛否あったイメージないなね。青春時計は割となんかスンってみんな
きになってくれたイメージだけど、初期の頃 AKB 劇場のチケット料で歌詞書いてた話を聞いたの面白かった。へえ。恋を急げって曲わかる？誰の曲それ？どのグループの曲？離れていてももう素晴らしかったと思う。チーム M、 はいはいはい、わかりますよ。青春時計は心斎橋オーパって読む？これのビジョンで見て動けなくなった。どういうこと？いい曲だよね。いい曲だけど、いやなんかあの別が良すぎて死んだ。この曲もらっていいの？って言った。初見が MV だったの。あーなるほどね。あの歌詞はものを、いやでも思うけど、じゃあお前ら書けんのって思わない？人の心を動かす曲書けるのって。なんか物申してるやつに言いたいわ。ね、いやすごいと思うよ私、歌詞書けるのマジで。天才なんだよねマジで。なんかあの、私が48グループだからなんかそういう媚び売ってるとか全くそんなことなく、なんか本当になんだろう、すごいことだと思うから。なんか他の歌詞書いてる人もそうだけど、あの世界に発信する歌詞を書ける人ってすごいことだから。しかも秋元先生なんて何曲書いてんのって感じや、生涯で。よくネタ尽きないなと思うし、3000曲超えてんだ、やば。ね、ピカ姫も書いてみようかな。替え歌は得意なんだけどな。叩かれる叩かれる。ポリポリしかなさそう。ポリポリーポリポリーつって。替え歌はね、リカヤマ得意なんだけどね。リカさんの作詞楽しみ。やだよ。やだ、なんか頭の中覗かれてるみたいじゃない。歌詞を、文章を書くってそういうことだからね。ほんと私、なんか長い文章を書くの別に嫌いじゃないんだけど、なんか頭の中覗かれてる気分になる。それをまたなんか歌詞の世界観に乗せて書くっ
ってことはもう余計にそういうなんか自分の恋愛観とか価値観みたいなものをさらけ出さなきゃいけなくなるから結構しんどいかも。ううう見せたくないって恥ずかしいってなっちゃうかも。替え歌してたら文字に起こそうか、すごいよ。え、才能ある、もしかして。私が作詞作曲してきた曲ろくでもない曲しかないよ。ニートの曲とか。ないかあるかで言うと絶対あるよ。やだよ、恥ずかしいよ。替え歌でポリポリしてるぐらいが好きだよ私は。好きにとか。だって赤色の好きに履く人意味わかんないんだもん。あと柄の短パン。構想期間100日でも1日で書き上げそう。家で寝よう。家以外で寝ることあんのって話なんだけどね。家で寝よう、おもろ。じゃあ作詞しようかな。曲作れたらね、でかいんだけどね。パソがないからね。あとパソコンを使いこなせる能力もない。瞬発力タイプだと思ってる。わし？いや多分やればできるんだよ、やらないだけで。え、本当にね、機械めっぽう弱いのよ、私ってば。機械にめっぽう弱くて。iPhone アプリとかあれば良いのですが、なんかでもありそうだよね。指先でメロディー作ってくれる方。ん？指先？違う。私ちょっと目終わってる。指先でメロディー作ってくれる方いますよ。なるほど。なんでみんな私にそんなに曲作ってほしいの？やめて。恥ずかしいから。いや、なんかパソコンとか真剣にできるようになっとけばよかった。自分が今からやるのがその難しすぎるし、めんどくさいし。頑張ったら普通にありえそうでも。やだよ。できたらクラクラで歌ってもらおう。クラクラもうさ、崩壊したから。あともう二人しかいないから。終わってて草なんよ。うん、グループというかユニットというかなんかデュオ。3人じゃない？いや3人だけど2人になったじゃん。
あ、違う、3人か。え、3人だ。スイスイ、ユーハー、え、あ、そうだ、大先生忘れてた。おごえはるか先生忘れてた。あぶねーかわいそう。初期面しかも初期面で草だが大丈夫か。あぶねー。おごえはるか大先生忘れてた。はるかってさ、存在感あるんだかないんだかわかんないよね。なんか、あ、存在感あるはずなのに、なんだか忘れがち。変な子だからかな。変な上品ですからね。誰が、はるか、え、上品とかけ離れたとこにいるよあいつ。え、これ悪口じゃないからね、ちなみに言うけど、ふみん一族の香りがする。なんかね、なんかニカさんって言ってるのがいいみたいなところあるからね。いじめたいタイプだよね。なんか、うん、いじめたい。2割に近い。そ、あ、そうかも。私そういう人好きだからね。困ってる顔が可愛いみたいな。困っててほしい、ずっと何かに。本当に不憫は目立たないけどね。なんか地獄の底から声がするんだけど。重い。いやでもな、困っててほしいんだよな。なんでですかーみたいな言ってるのがよくない。あとさ、これはさ、言ったらさ、めっちゃ怒られるんだけどさ、顔がエロい。エロ顔だよね。なんか、いや、これさ、メンバー間でさ、話してたことあるんだけどさ、表では言ったことないかな。言ったことないと思うんだけどさ、なんか、顔がエロいよねっていう、はるかって顔エロいよねって一期生で話題にしてたことがあって、で、はるかが遠くから睨んでるみたいな。何がですかとか、どこがですかとか言ってくるけどね。うん、なんかエロ顔。だからなのかな、困っててほしい。だから なんか私さ、変態親父みたいなこと言ってる。ねえ、私変態親父だ。なんか最近属性的に変態親父に進化しようとしてる。止めてね。お願いだから。そういう雰囲気は天性のもの。え、なんかさ、わかる？言いたいこと。
切り抜くと変態ですね。切り抜かなくてもですね。切り抜かなくてもじゃん。自覚なきエロ。これダメだよ、ゆっちはるかに怒られるから。いやでもはるかってほんと顔エロいよね。なんかうん、なんだろうな、ほんといじめたくなるというか、もうダメだ、フォローしようと思ったけどフォローできないわ。3回目だよ。うん、そういう系統の顔本当にそう。いや褒めてる、めっちゃ褒めてるよ。褒めてる。なんかいつも口半開きじゃない。ダメだ、もうこれ以上言ったら怒られるからやめとくね。もうそろそろ終わるよ、ほら10時半だから、みんなも眠いでしょう。こんな話で終わったらもう本当に怒られる。7位が雪クラゲさん、6位が元吉さん、5位がめぐねんさん、4位が茶太郎さん、3位がホッカーさん、2位がゴリエムさん、1位が100分の45堀もきさんです。ありがとうございます。はい、内緒でお願いします。私が今日言ってたことは全て秘密。2割の後頭部をぐちゃぐちゃにするのが趣味とか、あとはなんかはるかの顔がエロいとか、なんかいろいろ言いましたけど全て秘密でお願いしますね。よろしくお願いします。愛を持ったいじりですから、別にそんな、なんかなんて言うんだ、いじめたいって言ってますけど、なんかいわゆる世間でいういじめみたいなことはしないですから、はい。うん、ということでバイプリー、親プリプリ侍、じゃあねー。